まりね、お笑いが出てこないとね、あのお笑いクラブなんで、ひでやん、はい、どうもひでやん、ひでやん、はい、どうもどうも、みなさんこんばんは、ひでやん、はい、はい、しばらくはい、入ってる、いや今ね、あのここでね、おめえみんな原田さんとの音楽やってからさ、俺も歌から入っちゃうからね、今日はどうぞ、はい、これじゃないですか、いや、最初はみんな歌や歌ってんだ、俺だって歌うテレビやね、お願いします、いつまで経っても夢ばかりで他には何もないあるべ、あ、なにこうチャラ入れる仲間がいいんですよ大人になれないヒデヤンが今日のみんなに恋をした、お誰だ気持ち悪いっつの、どうもどうも、モーモーのヒデヤンです、いや1年間ねありがとうございます、一番でもねこれ段取りするのはさ大変なんですよ、みんなね、あのスタッフの人ら、徳さんとこに俺ねこれ持ってきた、との徳さんに、そんで徳さんにさみんなで1回ぐらい1回でいいから拍手してやった方がいいよ、はい、はい、徳さんどうも、これ、はいはい、これちょっとやって、つのは実は私ね今ね道の駅喜連川っつうとこで毎日夏はね焼き芋を食う人いないからって冷やし焼き芋っつうの始まったんですよ、えらい、えらい、あの違う、キツネがキツネがでもあの毎日、昨日はねあのあそこの今の花火やったけど、うちの近くであの綿あめ作りやったりね、何かやってどうですかそれ、あれ俺徳さんにやったんだよ、徳さんにね、でみんなに来てもらって、はいどうも、モーモーのヒデアンです、あちっちしぼり、あちっちしぼり、はい、右手はパーで左手もパーで、あちっちしぼり、あちっちしぼり、いやそんなわけでね、道の駅喜連川で焼き芋焼きしてんの、冷たい焼き芋、ほんだけど難しいね、なんで難しいの、いやいらっしゃいませ、いらっしゃいませっつの、俺今日は423回言ったよ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませによってお客さんが買うかどうかが分かるんだって、じゃあみんなでやってみよう、いらっしゃいませって言うんだぜみんな、はい、はい、ありがとうございました、いやね本当ね、こう人を見て言うんだってね、いらっしゃいませっつの、ここにいるねうちの親方に向かって言うときはね、買ってもらいたいときはね、どうもいらっしゃいませ、いやいやいや、こう綺麗なお姉ちゃんの時はねいらっしゃいませって、あっちにいる赤ちゃん、ああいう時はね俺教わったの、今日いらっしゃいませって、これが難しいんですよ、そこでニコってするかどうか、今日はああいうあのぐらいのお姉ちゃんがいたもんで俺言ったんだ、いらっしゃいませって言ったらね、そのあんちゃんさ俺に向かっていらっしゃいましたと、いやそんで俺あんちゃん、お兄ちゃん、こういう子供がね、で私に言ったら今日何回も練習してきたんだからね、俺これみんなの前いらっしゃいませの練習なんですよ、ちょっと皆さんニコニコしちゃってね、でちっちゃい子に言ったの、いらっしゃいませってしたら、本当、はい、いらっしゃいましたって、でおじちゃん何言ってんのっつったから、俺焼き芋売ってんだよっつったらさ、なんだ焼き芋かだと、あちっちしぼりちっちしぼり、いやーね、ほんと大変ですね、ほんでもね、人生っていうのは不思議なもんですよ、お姉ちゃん、お兄ちゃん、俺ね、もうこの年になって井上さんと同じぐらいなんて、ほんと諦めない方がいいね、今道の駅ね100万人ですから、あそこ入ってくんの、どうぞ皆さんね来てくださいよ、今度夏でもバカだってみんな、ほんでもね冷やし焼き芋つとね、みんなニコって笑っていくんだわね、今見てな井上さんね、うん、日本中にね広めましょうよ、そうだね、うん、うちの相棒が青柳先生、さっき帰っちゃった、俺頼むべと思ったら金持ちだから、うん、ね、青柳さんの奥さん、あお姉ちゃんがほらいつも言ってるじゃん、ここで青柳先生自慢したんですよ、娘さんのシアトル行ってる、帰ったらもうシアトル帰っちゃうなんて、いなくなって、タイのお姉ちゃんありがとうね、あちっちしぼり、あちっちしぼりねえ、今日本当皆さんありがとうございますよ、 あっちの姉ちゃんもちっちしぼり、あそっちの姉ちゃんもちっちしぼり、あみんなで一緒にちっちしぼり、あキュッ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 ちっちしぼり、あちっちしぼり、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、お後がよろしいようで、どうぞ。
ありがとうございます。モーモーヒデヤン。ね。その今ちょっと天気悪くてひどい状態ですけど、山での暮らしを歌った、約束という歌を。風はひと月で夏を終わらせ、色紙埋もれる落ち葉の中を、犬と歩く僕も君も、
ナビライブを終了いたします。来年またこの会場